皆さんこんにちは。本日はフォーカス M シーズン9、79回戦、80回戦の模様をお届けいたします。司会は私、楠原優雅、そして解説に岡崎亮太プロをお招きいたしました。岡崎プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。このフォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とその意思に賛同した特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦となっております。さあ、それでは79回戦出場の選手を紹介してまいりましょう。まずはチーチャスタート、ビーストジャパネクスト所属、猿川雅俊、第26位、現在マイナス 11.3 ポイントです。続きましてはこの方、最年少 A リーガー阿久津翔太、第50位、マイナス 172.3 ポイント。続きましてはこの方、シャーチャスタート、コナミマージャンファイトクラブ、佐々木久人、第4位、プラス 140.6 ポイント。そして女流王家とプロクイーンのダブルティアラを達成しています。ベーチャスタートは宮内梢、第5位、現在プラス 108.4 ポイントとなります。それでは本日参加の選手の成績をご覧ください。こちら第4位佐々木、第5位宮内、そして離れまして第26位猿川、そして50位阿久津の4名による対局となります。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン9、79回戦統杯のスタートです。よろしくお願いします。並びからまずはご紹介してまいりましょう。79回戦ちいちゃに猿川、なんちゃに阿久津、シャーチャに佐々木、そしてペイチャに宮内の並びで対局がスタートとなりました。トン一局、ドラは9ピンとなっています。さあ、改めまして岡崎プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今回は一発裏ドラ、赤ドラありの M リーグルールでの対局となりますが、はい、打牌が早そうな4人が集まりましたね。かなりトップレベルに早いですね、このあれね、あの中でも阿久津ももうすでにドラの9ピン2巡目に切っています。ね、なので我々も置いていかれないようにしっかりと、はい、小杉さんもね、9ピン合わせてまあ赤牌があるルールとはいえ、はい、かなり見切りも早いですよね。佐々木ももうそろそろいらなくなってきそう、いらなくなってきそうですね。はい、ドラの9ピンすでに1枚浮いています。そしてこちら親番の猿川の手すでに2つ手のうちにメンツがある。宮内さんが一番いいですかね、はい、打点も見えて、久保さんはちょっとね、安いんですよね。しかも一歩前進しましたよ、はい、ここで役配チュンバに2枚目を切っていきました。あ、猿川さんもいいシャンテンです。はい、カンちゃんとサンメンちゃんのいいシャンテンなんですけどカンちゃんテンパイも即勝負といきますか。いやー、タンヤオがあるからちょっと待つんじゃないですかね。3色の変化などもある手配ではあります、はいはい。さあ、この対局では赤牌も3枚、マンズ、ピンズ、ソーズの5に1枚ずつ入っています。さあ、こちらもこれでくっつきになりましたね、はい、いいですね、良くなってきた、はい、9ピンだけ振り点といったところですか。まあ、いいでしょう、いいでしょう、はい、岡崎さん的にも合格点と言えるいいシャンテンですか。そうですね、ピンが薄いんですね。これはちょっと1回取って仕頃の変化とか、はい、タンヤオとか、まあ、数値装備機などでも3色の変化が嬉しいところ、ね、もしくはマンズの両面変化はピンフがつく形となります。さあ、これで赤が3社に割れました。ひとまずはロンができない形、カンウーワンで宮内が先制転敗です。猿川さんも広がりましたね。はい、ダブトンも切っていく。親番中猿川、こちらの手配となっています。そして阿久津はなんちゃ赤ウソを先ほど引きました。まだメンツは一つとなっています。もう誰も考えないというか長考しないですね。確かに、はい、早い。さあ、カンウワンの部分これでタンヤオに行って、はい、数ピン引いたらまたちょっと二差しが見える、ね、はい、E ピンが場に1枚切れてもらいました。はい、ここは迷わずカンちゃんを引いてのカンちゃんリーチ。はい、捨て牌には官労はないですね。これはどうしますか。一回取って、これ役割のダブテンが3、はい、あ、これリーチですね。さあ、その3ワンが薄いが、ここで親からの追いかけリーチも入りました。リャンウーパーソー。ローワンもけど3枚います。
あ、じゃあ2枚、2枚ですかね。そうですね、宮内の手配と猿川の手配に1枚ずつ。さあ天牌維持ならばというところではあります。はい、関羽は待ち、しかし流れるような一発もリーチ一発も、タンヤオは4000オール。まずは猿川が先制攻撃を決めました。親番連チャンとなります。なんか上がるのも落とすのも早いですね、はい、さあ非常にスピーディーに進行がされています。この79回戦親番連チャンビーストジャパネクスト所属猿川雅俊、ハイパイがいい、いい3面図すでにあります。ドラメンツもあって、はい、打点も十分といったところ。この曲もまた攻める一曲となりそうです。逆にターチャーちょっと形が苦しいでしょうか。宮内はおたかぜが2つ、ドイツとメンツが1つ、まあまずまずといったところでしょうか。でも猿川さんがちょっと抜けますね。そうですね、まあ手配の良さでいったならば、まあもう5歩ぐらい抜けてます。5歩ぐらい抜けてますか、うん、これは変わんで、はい、はい、と一曲連チャンした親番ならばもう伸び伸びと攻めていきたいところですか。そうですね、まあ、ちょっといいピン引いてね、ちょっと単野をなりづらくなったんで、はい、今の現状の形だとこちらですね、ちょっと不満ですね。さあ振り天含みの多発ではあります。ただドラ引きなども嬉しい形、まあはい、まあ、あとイースワン引き戻しとか、はい、まあ、ローワン引いてのイースチーワンの振り天リーチとかもあるんで、はい、3面チャンならば振り天でも不足なしと、はい、いったところでしょうか。さあドラを持っているのは現在親の猿川だけとなっています。なるほど。ただ自力で初ワンコにした阿久津も、阿久津さんもいいですね、はい、形整ってきたイーシャンテン、仕掛けを取ってかわしての選択もありそうです。まあ、反発措置はあるかもしれないですね、はい、はい、それがこちらの手配、初が3枚あるので役はあります。ウーピンも切ってこの形で勝負という感じですね、はい、もうこのターツでいくぞと、はい、決めたところでしょうか。さあシャアの統一落とし、はい、まあ、打点向上も少ない手配ではあると、ね、さあ目いっぱい、これでポンテンも効くようになりました。さあそのパーソーが入ってきたのは宮内、現在は2人の手に持たれています。はい、さあ総図の周辺牌は切っています。3色もある形ですが、ここは打算層を選択。圧倒的スピードかと思われた猿川ですが、他の選手も徐々に追いついてきましたね。うん、そうなんですよ、これがね、まあ、面白いところですね。はい、宮内もいいシャンテン、これでまあどうします、ローピン切って、はい、どきますか。ウーピンが場に1枚切れ、リャンピンを自身で使っている。ウーピンこうなるとね、三蔵はちょっと痛いですね。ほら、はしごがあったから、はい、あこれで、あ3万切りました。3万を切ってマンズの形を決めた格好、これいいじゃないですか、振り手じゃなくなった、はい、ここは先制リーチ、はい、親の猿か、町はサブローワン、リーチピンフドライチです。単ヤオなどはつきませんでしたが、振り点解消の嬉しい数万つもでの先制リーチ、そのリーチを受けて佐々木はペンチャンとアーツ払い、役配ハクドイツ先ほど切っていて、しかも当たり配打点は大幅にアップする配でした。そうね、はい、そうですよね、ちょっといろいろとなんかサブローワンちょっと薄いですよ、これ3ワンはないです、ね、はい、ローワン、ローワンは手の内に2枚使われていますか。ワニゼロ、はい、2枚ですね、まあ、枚数としては十分なところでしょうか。さあ佐々木も形を切って、あー小手さんもちょっとねそうですね、またね他の選手はドラムもない手だったので、ちょっと親のリーチに対して、ちょっとね、あそこ3万切ったところでちょっといろいろ選択があったんでね、はい、あこれはいきますか。これならば、これ闇天ですね、はい、ローキューピン、現物現物、ローピンが現物、ここで阿久津も仕掛けて、はい、イースーピン待ち、初アンコかわしきれるかをやりしといったところ、これは抜きました、抜いたね、あと1枚しかないよ、はい、阿久津遠面からのポンでした。そして阿久津が上がりきる、さすが隙のないかわし手となりました。初宮井さん G1 来たのもいろいろね、はい、勝負してみて、そして阿久津もしっかりと形をキープしていたので天牌を取ることができました、ね、はい、さあ猿川からすると嬉しい先制天牌だったんですけど、ここは時間がかかっちゃいましたよね、だからみんながちょっと手が整っちゃった時にリーチって感じだったから、はい、一人旅にちょっとなりづらかったですよね、はい、そしてターチャの手は育ってしまったという一局でしたか。さあと2局に変わります。親番は阿久津、ドラは老僧となっています。さあ、こんちゃん引き入れた親番の手配、まずまずといったところでしょうか。
赤赤の手早宮内白純と2枚統一の役牌があります。我々もねちょっと追うのが大変ですけれども、まあまあまあ、はい、見逃さないようにいきましょうか。どうですかこのトンニ局各選手の手配。まあ宮内さんがいいんじゃないですか、赤赤でドラ受けもあって、まあ、キューピンはポンしなかったですね。はい、キューピンポンするとやっぱあんまりちょっと打点的に魅力がないと、うん、赤を2つ使いづらくなっちゃうんでね。白はポンしましたね。はい、はい、まあカンチャンだったり両面だったり、そうですね、こちらの手配です。はい、これはどうしましょう。キューピン、ウーピン、あ、ウーピンした。ただしキューピンはもう2枚切れになっているのでチューンにかなりかけていると。そうですね、チューンに比重を置いて、まあほらローソーとチューンで漫画になるんで、はい、ローソーチューンでドラがローソーなんでね。あ、さ、久保さんいいシャンテンですね。あ、形も良くなってきた。はい、これは非常に宮内らしい手順と言えるでしょうか。そうですね、周りからしたらちょっと怖いですけどね。はい、はい、初は猿川の手に1枚、そして阿久津の手に1枚ありますが、さすがにキューピンキューピンだと思いますけどね。はい、チューンは誰も持っていないですか。チートイのイーシャンテになりましたけど、あ、取らない、チートイのイーシャンテには。やっぱちょっとこの三元牌、はい、はい、阿久津さんもそうですね、このトンハツをやっぱ絞ってるというか、ちょっとやっぱ嫌がってますよね。まあそれくらい迫力のある赤ウーピン切りだったと。そうですね、久保さんは先にトン勝負しましたね。これでトンが切れるような、アクスさんはもう受けですね、もう親番ですよ。いやもうダメだと、はい、間に合ってないと。さあそのあたり、まあなんか冷静に見えますね、はい、これは、はい、これはどうしましょう。ロピンが初勝負しましたね、はい、この初には声がかかりません、はい、となるとアクスも初と切れるようになりました。いやアクスさんも逆にもうみんなほら久保さんと、はい、あの猿川さんが言ってるんで、トン初切ってきた人ってことですね。そう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 、これもう僕の出番はないなと。はい、親番ですがここは道を譲るよと。あ、これはテンパって言いそうが自分目が3枚見えてるんですけど、はい、リアンソーさんそのシャンポン、いやまあとりあえず闇手ですね。イースーソー待ちピンフのテンパイ闇手に構えました。サルカープの手が、はい、見えてるんですかね。想像に見えてるのかもしれないですね。はい、まあ、確かに捨て牌はかなり派手になっていますが、まあ、第一が言いそうなんですけど、現物が言いそうですが、言いそうは残っていない。これはどうしましょう。トンが1枚切れ、あ、切らないですね、はい、もうこのやっぱ想像の部分はちょっとターツ選択は老朽ピンの両面ターツ払い。そうなんです、初を手の内に残したので上がれません。チューンがまだ2枚いますよね。はい、はい、あ、サブ手前ました、リーチ、はい、ここは先制リーチとなりました。なんちゃの佐々木は両ワン待ち、リーチ、ピン風、ドライチ、打点も十分となっています。ローピンはあどうですかね、ロッキーピン払ったようにも見える。そして4枚目のローピン引いてきたサルカーです。そうですね、ロッキーピンよりいい待ちもあるから、まあ、はい、これはまあどっちもアイスを切りました。今度はリャンソー3層のシャンポン、タンヤンをテンパイ、はい、テンパイはキープとなりましたサルカーです。あ、ドラが通った。これでテンパイ。チューンはとりあえず2枚です。とキューピン待ちですが、キューピンはすでにありません。あ、宮内もテンパイですが、ここはシャンポン変化。はい、足取り成功。はい。つも単野を子役戦の上がり、続けてかわしての上がりとなりました。佐々木もね、先にトン打って満足系のテンパイとなりましたが、ね、はい、ここで上がったのは猿川、子役戦です。親番変わって佐々木、ね、そうですね、ドラチーソーと3局のゲームに変わります。さあ今回もサルカーの手配は良さそう。サルカーさんいいですね。あ、アクスさんもいいんじゃないですか。しかも赤ウワン引きました。いい、嬉しい。対して親の佐々木はまだ形が悪い。あ、こちらはトンが統一、宮内です。泣くかどうかですね。はい、すでに手の内には相当で1面つありました。ドラチーソー引きましたね。打点はアップしますが、やや使いづらいか。宮内さん泣いたら上がれそうな形で、まあ親番もまだね一回も来てないんで、はい、まあ泣いてもおかしくないですね。あ、これ上がってちょっと次持ってくる親番にまた期待したいと。そうですね、あんまりそんな高くなりそうにないんで現状。はい、さあこちらは猿川、白は手の内に残しながら内に寄せていく。でもローアンももう瞬瞬なく切りましたね、はい、決めてましたね、はい、さあトンは自力でアンコになったぞ。これはもう面前リーチですね。はい、ちょっともったいなくなったというところですか。
これはもう思ったリーズもトーンウライチとか、はい、はい、さあくっつきの形、あ、この形、まあ、これもリーチでいいんじゃないですか、はい、レアウピン待ち先制リーチ宮内となりました。もうあればね、テンパネで1300、2600だからそうですね、打点も十分といったところでしょうか。ただリャンピンはもちもちとなっています。ピンはないのか、はい、ただウーピンが4枚あるんじゃないですか。ウーピン4枚、あら、アクツは赤ウーアン現物ですが、はい、はい、もうできましたね、ちょっときついと。あ、出上がりでもテンパネですか。出上がりでもテンパネですね、はい、3200、打点は十分。さあ、アクツプロだけ今回ちょっとポイントで目標値があるといいますか、大きなマイナススタートなので、うんうん、なるほど、戦い方が他の選手と変わってくるなんていうこともありますか。さあ、ドラが地位できたぞ、親の佐々木。わかんないですけど、どうなんですか。あ、赤いやつ、嬉しい嬉しい、リーズモトン赤、赤いやつ、赤いね。さあ、裏ドラはありませんでした。2戦4戦の上がり、はい、積もって宮内自身の親番を迎えます。さあ、佐々木も嬉しいドラのカンちゃんチーだったんですが、あれは泣きますね、はい、よもやの積もられ親かぶりとなりました。さあ、宮内親番トン4曲、ドラは3ピンとなっています。さあ、ちょっとお話の途中でしたが、この79回戦、本当だ2メンツありましたか、宮内の手配、ドラ赤、2メンツでしかもドラ赤、はい、ペイちゃんの佐々木はペイガンコ、対抗できるか、まあ、いや、ちょっと苦しいですね、はい。このポイントが各選手違うじゃないですか、はい、そうすると、まあ、ちょっと阿久津なんかは打ち方は普段とは違う感じにはなってきたりしますか。でもなんかさっき見てるとね、すんなりやめましたからね、はい、まあ、無理して稼ごうっていうところが、まだ焦ってはないですよね、全然ね、はいはい、まあ、普通に普段通りやる、ほら打ち方がやっぱ一番勝てると思ってるから、はい、まあまあ、まあ多少ちょっと無理して押す場面もあるかもしれないですけど、ポイント状況的にマイナスになっちゃいけないとか、そういう感じですよね。まあ、今そういう押せるような手が来るのを待ってる、まあね、ということでしょうか、はい、そうですね、そんな気がします。はい、ありがとうございます。これはいいシャンテンですね、宮内さん。はい、勘違想のテンパイも先生で漫画ですもんね。タンヤワイペーコードラドラ、まあ、どうなぎますかね。十分嬉しいところではありますが、まあ、さあ、チーソーは泣きどうなんですかね、これ。あ、こういう感じになっちゃったなっちゃったまあ、これでポンテンなども効く形ではありますが、最終形にやや不満ありといったところでしょうか。最終形にちょっと不満はありますね、はい。まあ、さっきのところ難しいことでね、パー1パーソー切りっていうのもありますしね、はい、はい、チーソーが1枚見えてたんで、これはどうしましょう。宮内の選択は相残して、ウーアン3ワンを切って、はい、はい、カンちゃんと集まらい、まあ、1つ待って、まあ、ちょっと5ブロックにしましたね、はい。宮内さんの手はちょっと難しかったですね、あの G1 とか何を切るかって、はい、ただいつも通りのスピードで切っていきましたね、はい、これでいいですね。さあ、これでピンズは伸びてきた、はい、一気通貫に決まればコーナー点、ウーアンはなかなかった、はい、ポンしませんでしたね。まあ、ちょっと発想も一枚見えてますからね、まあ、そのシャンポンはちょっと嫌なところと。そうなんです、あ、これはリーチ。さあ、カンウーピン先制リーチ、はい、アクツ、あ、本当だ、シャンポンテンパイ取っていれば宮内ツモハイでもありました。しょうがないですね、しょうがないですか、しょうがないですか、わかんないですけど、まあまあ、さあ、カンピン残り2枚、一発も、これは美しいリーチ、一発も一気通貫、うん、いい手順でしたね。ドラも1枚2000、はい、4000、あ、3000、6000のツモ上がり、失礼しました、3000、6000の上がりで阿久津翔太、ここで大きくポイント回復となりました。表情は涼しい顔でしたね、はい、嬉しいと思います、内心は心ではニヤニヤしてますから、まあ、やった一発だと余計にね、このカンちゃん待ち、ね、嬉しいところであります。ハネマンのつま上がり、さあ、大きくポイント動いて79回戦難入となりました。親番は猿川となっています。猿川持ち点33700点持ち、このハンちゃん現在トップ目となっています、うん、あ、くつもいい手配に見えましたね。いいですね、っていうか全体的になんか、まあ、ちょっと見合うちゃいまいちでしょうか。サルカーさん、あ、まあ、ドラムになってこれでもちょっとみたいな、ね、はい、薬杯の初も仕掛けていきそうですか。初は仕掛けますね、多分、はい、ありがとうございます。さあ、こちらは佐々木、シャーチャでシャーが重なりました。いいシャンテン、シャーさん、なんか積もられ積もられでなんか結構展望が減ってますね。そうなんですよね、かなり他の選手が元気になります。あ、これでいいですね、単品になりました。はい、ということで統一のシャワーを落としていきました。ウーパーピン、ウーパーマンのいいシャンテンです。リャンハンアップは嬉しいですね。
はい。これはどうし、吸盤切ります？まだ切らない。何見るとあれじゃあ。あ、まあまあ。唯一の裏目を引いた格好ですね。さあ、カンパンは引き入れた。宮内も徐々に整ってきて、薬杯の初をポンした親の猿川は形は悪いがドラドラです。これはもう、あ、ポン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 。さあ、ドラもポンしていく。佐々木もいいシャンテンなので、ここは勝負となりそうです。ただ親のドラポンは三者にとって嫌なところ。さあ、天敗だ。はい、ドラポンの現物ではありますが、ここは男らしくリーチといきましたね。まあ、展望がちょっとないんで、2000点で上がってる場合じゃねえよって感じ。はい、岡崎プロもそういう風に考えそうですか。そうですね。さあ、猿川はドラのポン簡単には引かないか。しかしトップ目発想切りましたね。はい、まあ、発想は通るか。通るのかな。通るんですか。はい、さあ、ここは猿川にロンの声。佐々木の上がりとなります。リーチタンヤオピンフ3900点。裏ドラはありませんでしたが、はい、ここは親の連チャンなく非常にスムーズに曲が進んでいます。親番変わって阿久津何二曲ドラは9ピンです。さあ、猿川もトップ目でしたが、この報酬で阿久津が浮上となりました。そうですね。佐々木はすでに赤でメンツがある。ドラが1枚宮内、統一が2組、猿川は3万があんこ、はい、ドラは9ピンとなっています。阿久津今回の形悪くないですね。先ほどのトンバの親番では、あの宮内の仕掛けに対応した曲がありましたが。あ、そうです、ありましたね。はい、まあ、この曲もちょっとそういう感じなんじゃない。どうなんですかね。ちょっと今現状トップ目だからちょっと行きづらいっすよね。まあ、無理はしないと、はい、ところですか。ただ 32,300点持ち、まあ、まだ全然ね、あれですけど。はい、まあ、手次第ですよ。まあ、この手なら結構行きたいんじゃないですかね。はい、岡崎さんならばちょっとやる気にはなるかなというような手ですか。そうですね、もう一個引ければもう一気に上がれそうになるんで。さあ、早くも何二曲となっています。残り時間は50分、トータル80分の時間を使っての対局となります。さあ、両面変化、まだちょっと武器が多いか。対して親の阿久津、これでメンツができて、はい、うちに寄せつつの手配進行。佐々木はなんちゃなんを残します。宮内形悪いんですけど、ドラドラなんですよね。いや、ちょっとけど厳しいですね、宮内さん。はい、この形はちょっとスリムにはまだ構えづらいか。目いっぱいの受けを残しています。今のところそうですね。はい、ローピンとか切らないですよね、まだ。さあ、縦重なりはウーピンです。これで1アンコー2統一。あ、これでいいシャンテンですね。数アンかチーピン、はい、くっつきの優劣などありますか。ドラ受けとなる9ピンの、まあ、まあ単位は取れですね、はい、これ数アン残したことは部分とちょっと悩むところがありましたか。さあ、仕掛けでの天敗も取れる形ではあります。親番阿久津がいいシャンテン、しかしこちら佐藤も形は整っていいシャンテン、イースワンリャンウピンです。あ、猿川さんもいいシャンテン、ね、はい、自敗残しながらの進行でしたが、カンチャンを引いて少しやる気になったというところですか。そうですね、これ、まあ、ウーワンとかチーするんじゃないですかね。はい、二度受けのカンチャン部分。あっとっと、さあ、佐々木もいいシャンテン、テンパイ入らない。宮内はドラドラ、これでいいじゃん、はい、一歩前進。あとはちょっとマンズでどっちの町に取ろうかななんていうのを今考えてるところですか。さあ、親に天敗が入ります。チーマントリャンソーのシャンポン町、タンヤオ打点はありませんが、連チャンして親番つないでいきたいところ。すでにリャンソーポンが入っ、3層のポンが入っている局面ではありました。阿久津の上がりはタンヤオ、宮内からの上がりとなりました。1500点。これで阿久津は何二曲親番連チャンとなります。ドラはイーマン、一本場のゲームとなります。阿久津は表情変わりませんでしたね、うん、いつも通りのクールフェイス阿久津翔太です。来期から A2 リーグ。さあ、こちらが親番のハイパイです。ソーズで2メンツ、はい、ここは積極的にいった宮内はシャーチャでシャーオポン、ドラが統一の手配でした。さあ、想像が伸びてきたぞ。そして佐々木はどうだ。赤ウーピンが1枚、ドラはありません。ちょっとまだ苦しいですね。はい、あ、これ見るのこれで漫画になりました、ね、はい、
打点がアップ、赤ウーアン、しかもこのツボも効いてますね。これはいいですね。はい、余裕でと、スーチーマンの受け入れとくっつき。さあ、加冠するか。カンドラが増えるんです。あの M リーグでドラの缶が入ると美味しいプレゼントがもらえるというキャンペーン、なんかありますね。はい、あんま分かってないですけど、あのもう開幕2日目にして2回も、で上がってなくてもいいらしいんですよ。あ、そうなんですね。はい、でカンドラが乗っても他の選手に、はい、あの例えば手の内にあったりとかしても OK ということで、なんかもらえるんですね。はい、美味しいプレゼントがもらえるそうで、非常に SNS も盛り上がっています。はい、あ、アクさんもいいじゃんって、関数ピン引き入れたのでいいた、ね、形がいいところが残った印象です。はい、宮内さんはこれ関しないですね。じゃあもうポンして切る、はいっていう感じですか、どっちかっていうと。さあ、ドラのポンができた、まあ、これでどうするんですかね。シャー切りますか。そうするともうターチャからはテンパイに見えてもおかしくないといったところでしょうか。さあ、数枚引き入れたこちむらも一気に勝負手、闇天リーチの選択ありましたが、ここは一枚切れのカンパーソー。そうですね、リーチ、イーペーコー、赤、ドラポンが入っている局面での判断です。あー、パーソー、パーソーね、これ2枚あったんですよ。急走風天、あ、一発、あー、ここは宮内選んだパーソーがロントされる。さあ、ここで上がったのはサルカ、リーチ一発、イーペーコー赤、8000は8300、サルカは上がりの種は見逃しません。いや、リーチ判断良かったですね。はい、なんか一枚切れでね、どちらの選択もありそうな。この宮根さんが持って、あんま持ってなそうだったんですね。9層早くて、で、9層さんは1枚も切ってるんで、もうパーソー、アクスさんは分かんなかったんですけど、はい、はい、そういう感じで。あ、これでトップが一応入れ替わったで、はい、まあまあ、ね、全然まだ。あ、これ久保さんいいじゃんって。親の佐々木もかなり形はいいように見えます。さあ、こちらは靴ペイチャの手配、ドラが1枚、うん、佐々木はどうだ。マンズが連続系になった、形決めましたね。サブロッキューアンとイースーピン、もう想像はいらないよというところでしたか。ね、靴は一つなんかちょっと奇数のピンズ牌を引きたいところ。ちょっとこれはまた久保さんが抜けてますね。そうですね、サルカはドラドラなんですが役がまだない形、はい、現状ね、ちょっと打点的に不満なんだけど、まあ、リーチ、はい、まあ、ちょっとあの点数的に不満といったところですか。まあ、スーピンが2枚、はい、ドラがローピンとなっていますが、今回はドラなしリーチピン、不意スーピン待ち。4山ですね。4山ならもうすぐにつまがってというところも十分あるでしょうか。今回はかなり一発が多い。確かに、はい、一発なかったですね、けど、はい。さあ、おやり打ちを受けての立ち回り、ね、ウーマンも2枚いますよ。裏ドラ のローワンガンコなんで、あ、裏ドラ、裏さんが、裏さんが一応、裏さんが一応なくはない形、この珍しい形。ああ、マンズではありましたが、切っているところ、リーチピンフツも1300オールの上がりとなりました。 M リーグでもね、サルカー選手、高め浦さんの上がり、ありましたね、ありましたね。はい、ビストジャパネクスト、すでに2人が浦さんを達成しているということで、非常に盛り上がりも見せています。さあ、佐々木、親番、レンちゃん、ドラワチューン、当てのうちに1枚、赤ウーアンが1枚あるが、それ以外の形が弱いか。あそこから行きましたね。はい。さあ、全体の手配を見てまいりましたが、はい、佐々木だけではなく、あ、今日この白を重ねて、はい、全体的にまだあまり形には、皆さん良くないですね。はい、なっていないというところですか。そうさ、クッシーも一応見てるんですかね。1、2、3、4、5、8種ですか。あ、これで9種になりました。じゃあ、クッシー無双も残しながら、はい、残してそうですね、この感じだと。はい、いきますか。昨日の A2 リーグでもクッシー無双の上がりありましたね、うん、白鳥さん。さあ、ハク自力であんこ、しかし、ソーズのカンチャンターツを払って、国士無双との、まあ、普通のメンツテとの両天秤といったところでしょうか。まあ、10種になれば、はい、はい、国士に行きそうですけどね。次何引くかに行けよ。縦重なりのパーピン、ここで赤を離していく。
もう小型3名からは非常に警戒の対象になるような、まあけどどうですか、ね、まあまあそうですね、どれぐらい進んでるけど国士はね分かんないですよ、ケアしちゃっても、はい、これどれぐらいになっちゃいましたよ、これはちょっとまた話が違いますね。じゃあどちらも残していきたいところですか、いろいろ返してくれとなりますよ赤ウアもすでに切っています。さあカウピンを引き入れたのはサルカーですね。チューンは阿久津と宮内の手に1枚ずつ、ちょっとね贅沢なのか贅沢じゃないのかわからないような手配、はい、さあ目いっぱいならばチューンポン、佐々木これは仕掛けていく、そうですね、なんか捨て牌もかなり派手にはなってきているので、はい、あこれは勘ですね、はい、4枚目の老僧を引いてきた宮内勘といきます。勘ドラ勘裏ドラが増えるルール、カンドラさあどうだ、あ引きます、いいですね、勘ちゃん引き入れて両面リーチとなりました。老僧、ね、の暗勘が入っています。宮内のリーチは両運送待ち、さあ暗勘入ってのリーチ、これは一発消しみたいな感じですか、はい、まあ、ターチャーの上がりをいい判でも安くしたい仕掛け、3ピンチしていきました。佐々木はどうだ、ドラのポンをしているぞ、うん、現在は3番手の親番中です。さあこちらは役がありません、リーチを受けて一発を消した後は受けていくのみといったところでしょうか、そうですね、はい、あら成就すればもういつもつくかもしれません。そうさん、まあ、仕上がれば高いです、はい、何枚ですか、リャンソー、ウーソーが手の内にリャンソーが2枚、ウーソーが1枚と3枚使われていて、捨て牌にリャンソーが1枚か、1枚残り4枚、はい、宮内も先ほども親番1つ前で上がりがありました、上がって親番迎えていきたいところ、うん、当たり牌は引いてきてはいませんが、ドラポンの親番佐々木もかなり苦しい形となっています。まあただくっつきで残しているといったところでしょうか、そうですね、はい、あこれでちょっと9ピンは1枚切れ、さあしかしこっちは転牌しているんだぞ、宮内のリーチはリャンウソー、ターチャーに続々と流れていきます。3枚リャンソー、うん、さあ残り2枚になった、山には結構いましたね、いましたね、じゃあ切ってはいポンもしていきたいところです。缶が入ってるからちょっと行きづらいですよねそうそう、はい、また猿川阿久津は持ち点もある状態です。まあその2人行かないでしょうね、はい、あこれで一応いいシャンティになりました、はい、ポン点も効く形です。ローアンが現物なんで、はい、アクサ持ってきたらこれ切りますね。ローアンほら流れると思わないですか、この捨て牌。そうですね。ウーアンをすでに5巡目に切っています。これは G1。はい、これで本一に向かって、結果嬉しい赤ウソのツモ。リーチツモ赤？裏ドラは？あ、裏。リーチツモ赤裏。まあ一枚でもというところですか。さあ2000、4000の上がりとなりました。2100、4100、ここは宮内再び上がって親番を迎えます。残り時間は38分、79回戦はオーラス難4局となりました。さあこちら真剣な表情、ドラは寸相となっています。リーパイも早いんですよね、ちょっとここで、ね、はい、あいいんじゃないですか、スタメンツぐらいありそうです、はい、これで3着目になっています。スタメンツ赤メンツある、はい、しかしここはアクスが、アクスさん、アクスさんいいですね、はい、チュンをポン、バカゼの何も統一となっています。さあ佐々木も手材料は十分、ドラの寸相が統一です。リーシャンというかまだ形が良くなったリーシャン、はい、アクスさんと猿川さんの差が4300、はい、アクスさん1200ですね、今も赤ドラあるんで、はい、阿久津はポイント状況的にもうトップを、はい、確かに欲しい、はい、強く望んでいるような状況、何を泣き、はい、何を泣いたらもう無条件ですね、マイナス200になってしまうと敗退と、なるほど、いうことで頑張りどころ、これは変わってきても、はい、宮さんこれめちゃめちゃまた今日が8回目崖っぷちの阿久津翔太、トップ取ることができるか、はい、さあここに難が来た、難が佐々木、しかし佐々木もドラドラの手配なので、なるほど、
タイミングによっては出てきそう。さあ打点も十分が靴翔太、赤ドラの手配です。宮内さんがいいじゃん。あ、これポンいいですね。はい、パーソンも仕掛けていく。でも目いっぱい目いっぱいもくっつきくっつき、打点は十分、はい、さあそして親番の宮内も、はい、これまたいいですね。さらに伸びる。さあここは猿川も仕掛けていく、はい、白の後付けですか。そうですね、はい。あ、これでいいシャンテン。ちょっと危ない、数眼が残ってる。はい、そうですね、宮内が今にも仕上がりそう。猿川だって仕掛けてのいいシャンテン、ね、仕掛けて天敗老朽ピン待ち。これはまあもう相撲直狙いでしょうね。はい、猿川がね9ピンあんこなんですよね。直撃はやや厳しいかもしれません。これはリーチですか。天敗ウーパーピン待ち、ね、ただ先点出ると、先点出るとどっからでも大丈夫、はい、ただ老朽ピンはだいぶ薄くなりました。あら、あ、しかもまた薄いあ、ないんじゃないこれ。そうですね、9ピンが1枚ありますか。9ピンが1枚だけですか。はい、宮内はウーパーピン、打点も十分、リーチピンフワカ、高めイーペーコです。最後の1枚引くことができるか。ウーピンは高めの宝珠、リーチピンフ、イーペーコ赤、裏ドラはありません。1万2000点親への献上となりました。バカ自身は苦戦が続く。このフォーカス M シーズン9、しょうがないですね、はい、まあ、あの岡崎さんが育てたまあしょうがないかと、次に行こうという気持ちにはなりますが、はい、勝負は時の運。さあ宮内親番連ちゃん、今回のハイパイはどうでしょう。いい、いいですね。白が統一、赤のメンツもすでにできている。白もちもちっすね。ああ、そうするとちょっと微妙なところですか。猿川はシャーチュンも統一なんですよね。猿川さんは全部ポンって感じですかね。はい、現在トップ目ですが、宮内に3000点差に詰め寄られているような状況。まあ、スピードも欲しい手配ではあります。スピードしかいらないです、ね、スピードしかいらない、はい、宮内さん逆にちょっとこれは、はい、あ、まあ、シャーポンしましたね。はい、小田風のシャーからポン。あ、この初切っても大三元はいらないと。はい、はい、まあチュン、ハクと薬杯、薬の種はあります。薬の上がりよりトップ取った方が偉いですよ、ね、はい。宮内さんはこれまあ早いんですけど、ちょっと打点がね2900だとちょっと物足んないかなって感じはしますよね。ということで、まぁ、あ、ちょっと様子見ながらというところですか。いや、まぁ仕掛けると思いますよ、とりあえず。もう出たら、はい、あの白は。けど、まぁ、あ、もちもちだから仕掛けられない。だから、猿川の仕掛け見ると、薬杯持ってるのかなっていうような読みも。確かに。だかこれ、あれですよね。ウーガンにくっついたら、白白もありますよ。はい。そうそうそう、猿川さんがめちゃめちゃ嬉しい。そうなんです。宮内も、くっついた場合は打点が見える形にはなりますが、相手の手助けとなってしまうが、自力で薬をつけた。白出たら、これ多分。天地層2枚、ここ2枚、はい、山に2枚、山に2枚、2枚だし結構みんな効きますねこれ、はい。あ、1トイのイーシャンテンは取らないか。そうですね、さすがにちょっと嫌ですよね。数ピン、ローピン、3万、数万切ればというところ。これ外しはありますね。ありました。はい、両面両面のイーシャンテンに戻しました。両面両、そうですね、両面両面、サブローピンとスッチーピンみたいな感じで、どっちか引けば、あ、じゃこれサブローピンかスッチ、あ、これ白ある、ついた、白だとこれはちょっと泣けないんですよね。はい、こうなってしまってはというところですか、はい。さあこれでウーワンのくっつきも増えました。あれ、アクさんも、はい、どうしましょう。ドラドラの手配ではあります。チートイは見ないですね。はい、ということでトイツのキューピンに手をかけました。ドラドラは生かして上がりたいところ。これはさあ猿川は天敗が入らない。うん、あ、リーチドラ3枚、ここはリーチと行きました。阿久津ドラさんのリーチ待ちはスーチーピンです。鎮逸などへの渡りは見ませんでしたね。鎮逸はそうですね、はい、さすがにといったところですか。猿川がすでに仕掛けています。これね、そう、天地ーソン天敗のままだったら、はい、このハック取られてたんですよね。あ、はい、そうそう、あれか泣いちゃうな多分、けどその前に、そうですかね、3金取っちゃいそう。さあ、スーチーピン、リーチツモドラさん、裏ドラが乗れば跳ねまんですが、乗りません。2004000の上がりとなりました。2100、4100、ここで阿久津がポイント回復となります、うん、これで
79回戦が終了となりました。79回戦はトップから猿川、そして2着に宮内、3着に阿久津、4着に佐々木の並びで終了となりました。続きましては80回戦です。